鎌倉幕府を大きく揺るがした実朝暗殺事件。この事件は様々な黒幕説が唱えられるように不審な点がいくつもあります。公暁の真の狙いは北条義時だったのか、なぜ北条義時と間違えて源の中明を殺害したのか、事件に関する吾妻鏡の記事を改編した理由など不審な点を検証することで、この事件のより深い闇に迫ります。こんにちは、日本サロンの川原です。今回は実朝暗殺事件3つの謎に迫るというテーマで、前回に引き続き実朝暗殺事件を徹底検証していきたいと思います。動画の最後には北条義時黒幕説が生まれた背景も紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。それではまずは、公暁の真の狙いとは何だったのかというテーマから見ていきましょう。鎌倉殿の13人の第44話では、三浦義村が公暁をけしかけ、公暁の実朝暗殺計画を知った義時も公暁を止めないという形で、三浦義村黒幕説と北条義時黒幕説を並存した形で描かれました。しかし前回の動画、実朝暗殺事件前編、真の黒幕は誰かで紹介した通り、現在では公暁の単独犯行説が有力です。しかし公暁の単独犯行説を採用した場合、公衆の面前で現将軍を殺害して後継者になれるのかという疑問が残ります。有力御家人の指示もなく、なぜ公暁は犯行に及んだのでしょうか。公暁は鶴岡八幡宮の別当、つまり長官に就任しています。実朝を殺害したいのであれば、実朝が鶴岡八幡宮に拝礼する時を狙えばいいでしょう。鶴岡八幡宮の本殿は武器の持ち込みが禁じられているため、確実に実朝を殺害できます。しかし公暁は密室で実朝を殺害しませんでした。公暁はあえて公衆の面前で犯行に及んだと考えられるのです。理由は大きく分けて2点考えられます。 1. 親の敵討ちであることを示すため、 2. 北条義時も殺害する必要があったための2点です。それぞれ見ていきましょう。実朝暗殺事件を記述する歴史書吾妻鏡、愚管抄ともに、公暁は実朝に対し、親の敵と叫んだと記述されています。これについて鎌倉殿の13人の時代考証酒井光一氏によれば、親の敵討ちだと人々の前で訴えれば将軍殺害も正当化されると公暁が考えた可能性が高いと指摘しています。1193年に曽我兄弟が実の父の敵工藤祐経を殺害しましたが、それから約20年後には曽我兄弟の敵討ちは親の恩に報いた美談として語られていました。実朝暗殺事件の頃にはすでに曽我兄弟の敵討ちが美談として広まりつつあったことから、公暁も親の敵討ちと訴えれば自身の犯行も正当化されると考えたのでしょう。公衆の面前で事件を起こさなければならなかったもう一つの理由は、実朝と同時に北条義時を殺害する必要があったためです。実朝だけがターゲットであれば密室で確実に殺害することもできます。しかし親王将軍擁立構想の動画でも紹介した通り、実際の北条義時は源の実朝と協力関係を築いており、実朝殺害を義時が許すわけがありません。そのため実朝と同時に義時も討つ必要があり、右大臣拝賀の儀式を決行日に選んだのです。そもそも公暁の父源頼家が殺害された時、実朝は13歳であり、公暁の父頼家や兄の一幡殺害を主導したのは北条時政、義時ら北条氏でした。そのため公暁が発したとされる親の敵とは、本来殺害するはずだった義時に向けて発した言葉だった可能性があるのです。中世研究者の山本みなみ氏によれば、親の敵だった北条氏のリーダーである義時を殺害し、北条氏に担ぎ上げられた実朝を殺害することで、自分こそが正当な将軍であることをアピールしようとしたのではないかとしています。前回の動画でも紹介した通り、実朝と義時を殺害した上で
事実上の御家人ナンバー2だった乳母、つまり育ての親の三浦義村に協力を仰げば、義村も協力してくれると考えたのでしょう。実朝だけでなく、北条義時も公暁のターゲットだったのです。しかし、公暁は肝心な北条義時を討ち損じてしまいます。討ち取られたのは、源仲章でした。実朝暗殺事件に遭遇した公家から聞いた話をまとめたとされる愚管抄には、公暁たち実行犯が源仲章を北条義時と思い込んで殺害したと記されています。おそらく公暁たち実行犯が義時だなといった言葉を発したことをその場にいた人々が耳にしたのでしょう。公暁たちは周りの人間を蹴散らして一目散に源仲章の元に駆け寄り、殺害したのです。では、公暁たち実行犯は、なぜ北条義時と源仲章を間違えてしまったのでしょうか。実朝暗殺事件の舞台となってしまった、右大臣拝賀の儀式の当日の配列は、吾妻鏡に詳しく記されています。行列は左右2列となっており、最前列に地位の高い貴族である天上人10名、後ろに剣を捧げ持つ20名の前駆が控えていました。天上人10名の最後尾右にいたのが源仲章であり、前駆20名の最後尾右にいたのが北条義時でした。公暁たち実行犯は当日の配列を確認していたはずで、北条義時は最後尾右だと確認したのでしょう。しかし、愚管抄によれば、源実朝は義時ら前駆の20名に対し注文にとどまれと指示を出したため、彼らは注文近くで待機していたのです。その結果、最後尾の右にいたのが源仲章となり、公暁たち実行犯は迷うことなく源仲章を切り殺しました。仲章は松明を持っていたといいますが、雪の降る暗い夜に一瞬で実行しなくてはいけないことから人違いに気づかなかったのです。義時は和田合戦に続いて九死に一生を得ました。なお、北条義時が助かった理由を鎌倉幕府の準公式記録の吾妻鏡は全く異なる形で改変していることが分かっています。なぜ吾妻鏡は肝心な部分を改変したのか、最終章で迫りましょう。吾妻鏡によれば、北条義時は、実朝が鶴岡八幡宮を参拝する直前に体調不良になり、自分の役を源仲章に代わってもらい、自宅の小町邸に戻ったと記しています。体調不良になった理由を吾妻鏡は、義時が創建した大倉薬師堂の十神の化身である白い犬を見たからだとし、義時は前年にも夢で、実朝の右大臣拝賀の儀式にお供をするなと十神から忠告を受けていたと記しているのです。ちなみに、前回のライブでも紹介しましたが、鎌倉殿の13人のオープニングの中盤で白犬が出てくるのはこの話を元にしていると考えられます。吾妻鏡では十神のご加護で義時は助かったと主張しているのです。ここまで解説した通り、義時が助かった理由は実朝の命で鶴岡八幡宮の中門近くに控えていたためであり、多くの研究者が指摘する通り、吾妻鏡の記事は改変したと考えるのが自然でしょう。ではなぜ北条義時が助かった理由を改変する必要があったのか、理由は大きく2点考えられます。 1. 実朝の指示を隠す必要があった。 2. 幕府上層部に対する批判をかわすの2点です。順番に見ていきましょう。一つ目が、実朝が義時たちに言ったとされる注文にとどまれという指示を隠す必要があったとするものです。このチャンネルで何度も紹介していますが、吾妻鏡は北条氏が強大な権力を握っていた旧大執権北条貞時の時代に書かれた歴史書です。中世研究者の奥富孝之氏が指摘するように、義時時代の北条氏は実朝の右大臣拝賀の儀式で鶴岡八幡宮の本殿までお供できずに、実朝から注文にとどまれと命ぜられる程度の存在だったとは
書けなかったのでしょう。もう一つが、実朝を守れなかった義時ら幕府上層部の武用人に対する批判をかわすためです。実朝暗殺事件の詳細を記した愚管抄では、多くの者が用心してこなかったのは言うべき言葉もないという自演の感想で結んでいて、同じく鎌倉時代に朝廷が編纂した歴史書六大正直にも幕府首脳部の武用人を非難している記述があります。中世研究者の平泉隆房氏は、朝廷の人々は実朝を守れず、右大臣拝賀の儀式を台無しにすることを許した幕府首脳部に対する批判が相当あり、これをかわす必要があったと主張しています。そこで特に義時の非難をかわす必要があったことから、そもそも事件当時、義時は鶴岡八幡宮にいなかったと記す必要があったのです。無理に無理を重ねた結果、吾妻鏡の義時不在の理由が不審なものとなってしまいました。その結果、歴史書の合理的解釈を試みた江戸時代の儒学者新井白石や近現代の人々によって、北条義時黒幕説が生まれたと指摘されています。実朝事件の衝撃は幕府だけでなく朝廷をも揺るがしました。これまで実朝を通じて良好な関係を築いてきた朝廷と幕府に亀裂が生じるのです。鎌倉殿の13人のクライマックス、承久の乱まであと2年、鎌倉幕府最大の危機が刻一刻と迫っています。今回の主な参考文献はこちらです。源実朝の功績や実朝暗殺事件については、酒井光一氏の源氏将軍断絶で詳しく解説されています。最後に日本サロンライブ配信のご案内です。11月22日火曜日21時から配信します。お話しする内容は本日放送された鎌倉殿の13人の第44話の補足解説などをする予定です。お時間のある方はぜひ遊びに来てくださいね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。